CGS をご覧の皆様、こんにちは。キャスターの神谷宗平です。今日もじっくり学ぼう日本近現代史、倉山満先生と共にお送りしたいと思います。倉山先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は第8週第3話、ついに日清戦争アジアの決着戦というテーマでお送りしたいと思います。まず、前回はですね、アジアから目をヨーロッパに向けて、ヨーロッパの方の情勢を少し見てきました。ベルリン体制の崩壊ということでしたね。コッパ未人ですね。一応もともとこんな感じでビスマルクさんが、はい、あの複雑海域にフランスを孤立させてて、はい、ロシアとフランスに挟まれないようにしてた。いきなりこうなってると、はい、勘弁してくださいみたいなドイツとしては、はい、ね、でそれでまあ東方の方に目をやろうと、はい、いうことをこいつが考えたわけですね。考えたと。ロシアはもうヨーロッパに来るな、アジアに行けと、はい、企むわけですよ。で、2回前のおさらいになりますけども、じゃあ朝鮮半島はどうなってたかというと、日清代理戦争の舞台になってたと。そうだ。そして、まあ、朝鮮のですね、独立を促していた、親日派、人間とか言ってますが、が、いつも負けるんですね。で、まあ、なんとかでも条約で、50-50 に持ち込むと。そう、ロシアがヨーロッパでかかりっきりなんでこっちに来ないんで、はいはい、なんとか清と引き分けに毎回持ち込むんですね。かなり不利なところから。はい。はい。でも本当に日本からしたらギリギリラインの外交ですね。いつも綱渡りの内政で大改革やりながら、はい、外交で綱渡りで勝ち続けてるってですね、はい、そして、まあ、引き分けですよね、ここは、はい、うん、でその当時はもうすごいメンバーで内閣が構成されたんですね、はい、まあ、日清戦争開戦時の内閣なんですけど、はい、西郷嗣光さんが海軍大臣内閣改造の都合で乗り手以外は、はい、伊藤であり陸奥であり井上であり大山でありというふうに、まあ、黒田もいますね、はい、まあ、元勲内閣って言われた、はい、元老総出内閣って、あと山形有と、まあ、枢密院議長ですので、はい、もう元老全員でこの国難に立ち向かわなきゃダメだと、はい、もう日清戦争開戦直前で、はい、しかもあの議会で毎回衆議院が、うん、あの税金負けろ戦争やれって無茶言ってくるんで、はい、住民権運動の連中が住民権運動の残党どもが先週やった、はい、どうしようもない連中が、はいはい、でこっちは数が与党じゃないですもんね。そうそうそう与党じゃない、衆議院が全部官僚、まあ、軍も官僚も枢密院も貴族院も抑えてても、はい、衆議院に予算握られてるんで、はい、もう毎回内閣潰される、はい、そんな状況の中、ついに朝鮮でまた騒乱が起きます。東学党の乱ですね、うん、西学に対して東学って言われますね、はい、もうそのアジア古来の伝統を、まな、はい、守ろうみたいな、はい、宗教結社だか農民反乱だかよく分かんないような連中が、はい、まあ、反乱を起こして、はい、よりによって朝鮮政府がですね、自分で鎮圧できないんで、はい、宗主国様助けてって清に鎮圧を要請すると、はい、で清も清で要請されたんだから行かなきゃって言いながら天津条約破って日本に言わないで、まあ、出兵しちゃうんです。そうですね、決めてましたもんね、お互い行くときはちゃんと話し合いましょう。儒教国家って約束は守んなきゃいけないって概念ないん？ないんですか？この人たち自分に都合がいい約束だけは守る、はい、自分に都合がいい約束は守らせる、はい、自分がムカつく条約は守らない、はい、もうそういう風に見ていった方がいいんですね。そうです、歴史的見て全部そうなんです、はい、じゃあ今もそう考えて外交した方がいいと、はい、いうことですね。はっきり言ってはい、はい、断言します、はいはい、でこの時の外交の手腕を振るったのがこの陸奥宗光ですね、坂本龍馬の元子分みたいな、はい、はい、で先生この時の凄腕というのはどういうことやったんでしょうか。まあ、この日清戦争をやる直前に、はい、なんと常に条約改正に反対し続けてきた大英帝国を恫喝してる、はい、どういうふうに、だから我々はあの今から清と戦争になるかもしれないんだけれども、国際法を守ってイギリス人をはじめ居留民の、生命や権益を守るつもりです、はい、だからここまで あなたたちに不平等条約を押し付けられたけれども、それはそれで自分で、ま、受け入れたわけだから合法的な手段で変えてもらえるよう努力してきました、はい、アメリカさんはいつも仲介してくれたけれども、イギリスさん毎回冷たかったですね、うん、でももし我々を文明国じゃないって言うんだったら、はい、我々文明の方を守る必要ないですよねつまりお前らの居留民や財産がどうなっても知らんぞって、はい、戦争始まるから、はい、ああ、そっか、もうイギリスがね半分海の方抑えてますからその人たちの 身柄をね守ってやるから不平等条約撤廃しろというふうに、まあ、ナイフ突きつけてやったわけですね、うん、はい、これはっきり言ってすっごいかっこいい言葉で飾ってますけど、はい、ヤクザの同化そのまんまですよね実は、はい、外交官っていうのはものすごく着飾った売春婦でありヤクザってですね、うん、
さすがにだからイギリスもこれにはうんと言わざるを得なかったわけですね。でイギリスとしてはこれもともとぼったくりですからね。そうですね。不平等条約を押し付けたっていう事態が、はい、ぼったくった分をまあ返して、はい、それでまあ保険になるんだったらいいだろうと、はい、清以外は、まあ、はっきり言って眼中なかったわけですよ、うん、で日本がなんかなかなかやってきたんで、はい、じゃあ、まあ、ぼったくった分は返して、まあ、保険かけとこうと、うん、いうことでバタバタバタと、まあ、イギリスさんが言うんだったらっていうことで、というか一番反対してるのはイギリスなんで、うん、それで、まあ、不平等条約は改正できたと、うん、まあ、執行はまあもっと後ですけどね、はい、まあ、この時日清戦争のどさくさで、まあ、やったわけですね、うん、こういう外交官欲しいですね、うん、はい、政治家、うんうん、政治家外交官、はい、やんなきゃダメなんですよ。今の日本にも必要だと思います、うん、はい、それで、日清戦争しっかりとイギリスとも話をつけて始まりますと、うん、あ、地図で言うとこんな感じですね、はいはい、で、まずですね、あっという間に朝鮮王宮を占領し太陰君を連れてきて傀儡政権作っちゃいます。2,3 日でやっちゃったんですか。はい、1日ですね。1日で占領、はい、あっという間に、はい、でそれで、まあ、結局この黄海っていうところの制海権めぐって、はい、清国艦隊、まあ、結構アジア最強の艦隊と言われてたんで、はい、まあ、これをいかに出さないかみたいなことから始まり、はいはい、で結局朝鮮を取る戦いですよね。だから日本としては朝鮮からいかに北の方に清国を追い返すかという話になるわけです、はいはい、なるほど。でこれで、まあ、連戦連勝なわけですね、はい、うん、まあ、ちなみにですね、一番揉めたのが、まあ、死傷者が出たのが日清戦争を勝って平定した後、まあ、ここ植民地としてくれたっていう台湾を現地住民の反乱を鎮圧するっていう、はい、それに一番日本の軍は損害を受けてる。そうなんです。だから中国大陸での戦は講和条約が結ばれてからが本番、はい、なるほどなるほど、はい、なるほど。戦自体は全然大したことないけれども、その後のまあ抵抗がなかなか強い。正規軍が壊滅してからが、はい、国は本番なんで。なるほど、はい、まあ、正規軍統制取れてないですもんね、いつも、はいはい、そうですね、李鴻章の軍閥ですからね、はい、で、まあ、国を挙げた大戦争やってるわけじゃないですか、はい、はっきり言って豊臣秀吉以来の大戦争なわけですよ、はいはい、その頃国内では、はい、日本のね、はい、実は内閣不信任案が可決してる。当時憲法典に内閣不信任の規定がないんで、はい、上層ができるってなってるだけですね、はい、でもこれ実際に衆議院がこの内閣信任しませんって言ったら予算も法律も通らない、はい、はい、わけじゃないですか。そうですね、さっきの見ると7月23日に始まってて、その2ヶ月前に不信任が出てたと、はい、なんで不信任出すんですか、この大事な時期に。え、いや、税金負けろ、戦争やれ。あ、また自由民権派ですか。そうです。で伊藤内閣軟弱だわとか言って、はい、ちょっとでも譲歩してこようものなら、はい、何回でも不信任はするぞと、解散何回やってもうちら勝つぞみたいな。もう新聞は一斉にもう朝鮮新聞殺せみたいな、はい、で、まあ、閣議を開くんですね、はい、山形枢密院議長も含めて、はい、もう改選準備と解散を同時に決定するっていうですね、はい、分かったと、みんな解散すると。でももう国情だから、でもていうか完全に大人の対応ですね。いや、やけくそですね。やけくそですか。やけくそです。もう戦争はやんなきゃいけないんだけど、はい、国内もうどうなっても知らない。いや、当時の政治家辛いですね。辛いですよ。解散の方はこれかなりやけくそですよ、うん、実は。まあ、だって本当にね、それこそこの間ロシアなんか見据えながらすごい慎重なやり取りをしてるわけですよね、うん、不平等条約も改正しなきゃと思って交渉してる時に、国内ではまあ言っちゃ悪いですけど、わけのわからん連中がね、やはり改選だとか税金が高えとか言って、でこれができるのは実は帝国憲法に総理大臣の決め方を書いてないから。あ、別に議会の多数と必ずしも総理大臣にしなくていいと。なるほど。最初からそれ書いてたこの時点で、この自由民権の人たちが内閣組織して戦争やることになるじゃないですか。はいはい。だからでき書けない。こういうことも想定してるんで。なるほどなるほど、うん、あ、そうか、そうですね。だから今の日本国憲法でやったら自由民権派から総理大臣出ますもんね。そうですよ。板垣大輔総理ですよ。そうか、だから当時の人はそれも理解してあえて明治憲法をそういう風にしてたんですね。そうなんです。帝国憲法に余計なことは書かないと、はい、なんかまずいことが起きそうなことは書かないと、うん、やってるわけなんですね。でそれでいざ改選になりました。はい、そしたらだから民権派は一斉に政府支持みたいな。頑張れ。解散中に改選したらいきなり民権派やれやれ、挙国一致全員支持。
清国なんかは内戦寸前だと勘違いしたらしいんですね、日本国、はい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 、それがいきなり、はい、清国にと戦うってなった瞬間にあの自由民権の連中があの政府頑張れたんで、あでもそうですね、清からしてみたらそうか、日本は内紛状態ですよね。そうなんです。でも戦争始まったら急に一致団結しちゃうみたいな、はいま、全くもう 侍ですねみんなね。だから議会というものがあるから殺し合いしなくてこれができる、はい、だ頑張って、まあ、4年間議会運営してた甲斐があったって話、はい、なるほど、うん、なるほど、はい、いやいや想像がもうすごい膨らみますが、はい、日本、あっという間に勝っちゃいますと、はいですね、まあ地図でいうとこれですね、はい、もう勝って勝って勝ちまくるわけですね、はい、陸に海に大勝利みたいな感じですね、はい、うん、はい、意外と清国弱かった、うん、あっという間だね、まあ、で国力差でいうと清国の方が当然圧倒的に見えるんですが、はいはい、まあ、元老たちはもうこれはこの状況だったら結局清国は国を挙げて戦うなんて状況ないから勝てるだろうと、はい、うん、で実際にあの北京を攻略する直前に、まあ、西太后さん、李鴻章さん、まあ、ここでやめた方がお得ですよねっていうので和平に持ち込むわけですね、うん、だから言われますよね、当時の人たちは落としどころをちゃんと理解して戦争をやってたと。やめること考えて戦争しなきゃいけない、うん、そして講和条約ですね、下関会議がありますと、うん、はい、で、まあ、あの清国の、まあ、あのまあ、肩書きをちょっと訳しようないんですけれども、はい、まあ、李鴻章と李恵峰っていう、はい、まあ、最高の政府高官呼びつけて、ナンバーワンナンバーツーですかね、ですね、はい、はい、まあ、西太后の下の大臣としては、はい、ナンバーワンナンバーツーですね、うん、を呼びつけて、まあ、下関条約を結ばせるっていう、はい、これが、まあ、朝鮮半島のを日本の勢力圏する清国を追い出すという戦争目的は完璧に果たします、はい、でその下関条約の内容がこれです。まず朝鮮の独立、これを認めさせる、はい、で台湾と澎湖列島と両島半島と、はい、2億テールの賠償金を取るって、はい、教科書で必ず覚えさせられますという受験生は、はい、うん、で両島半島っていうのはまあここですね、はい、あの突き出てるとこ、うん、で朝鮮を取るのになんでそこまであの航海完全に日本が制圧するようなもんまで、はい、あのやんなきゃいけないんだ、はい、って話で、で結果から言うとこれ三国干渉で取り上げられるじゃないですか、はい、で陸奥はこれはまあ読んでる、ほう、うん、実はだからもうロシア東の方向いてるわけですよ、はい、でどうせ干渉してくるだろう、はい、どうせでロシアと戦ったって日清戦争で勝ったショックに戦争なんかできるわけないんだから、はい、もうどうせ取り上げられるに決まってる、じゃあ最初からあの多めに清から取っとこうと、それはどっか文献が残ってるんですか。陸奥宗光の回顧録の権権録にはっきりそう書いてます。ああそうなんですか。じゃあなんかこう失敗交渉して、まあ、取ったのは取ったんですけど、ある程度次に一定限度取られるだろうということも見越して、うん、ちゃんと余分に取ってたんです、うん、永久に終わらない将棋とかチェスみたいなもん、陸奥、はあの頭の中は。なるほど、うん、だから陸奥は国際情勢分かってないとか、うん、三国干渉を読めなかったとかいうトンチンカンなあの批判する人いますけど全然違います、うん、元老以下、当時、まあ、当時の内閣と元老同じなんで、まあ、全員政府高官は分かってる、ロシアが来ないわけがないと。なるほど、わあこれも勉強になりました、はい、そして、まあ、そう今おっしゃった三国干渉に行くわけですね。三国干渉から日英同盟と、うん、白人の陰謀と戦った日本というテーマで次回またじっくりと掘り下げていきたいと思います、はい、今日も先生ありがとうございました。CGS をご覧の皆様、こんにちは、倉山満です、本日は公開収録のお知らせです、6月21日こちらに出てますかね、学び場であのこういう要領で、公開収録を行いたいのですが、7月に番組改編を行いまして、じっくり学ぼう日本近現代史は、週3日あの放映ということになります。ただ、今まで通り6本は撮りまして、もう3本分ですね、この非公開分ではですね現代編に入りますんで、あのいろいろと差し支えがあるところがありますので、今まで通り無料動画としてご覧になっていただく動画の分はまあ当たり障りがないと言いつつも、いつものクララ節でまあ、過激に切っていく。でそうじゃないところ、まあ、非公開部分はですね、あの後にあの販売させていただきたいと思うんですけれども、そこは、さらにあの今生きている人のとか、まあ、関係者に一切遠慮せずに、まあ、本当のことを言う
というふうに撮りたいと思います。で、公開収録に来ていただければ、両方見れます。で、非公開部分後に売り物とさせていただく部分に関しても当日ご覧になっていただけますので、まあぜひお越しいただければなと思います。7月の番組改編以降もじっくり学ぼう日本近現代史、そして CGS をよろしくお願いいたします。